そのただファンだな気にしないサイドはそのまま右に初めてでファンだな気にしない感動はそのまま踊るキス香ばしく fly away このまま騒がしく cry away ちょっとした夜明けのスイングも身の丈以上のフェイクだろうああああああげ足はないんじゃない作ったもん勝ちでいいんじゃない深い眠りについた君を前世から探してもいいんじゃない作りたい気持ちはイマジネーション守りたい気持ちはノーリアクション自問自答でも不安な街道未来の地図は無事でいいよ愛とかノンフィクション止まれないくらいがいいの愛とかのフィクションひたひたのあの海のような夢の中をメロデーを泳いで後期までそしたらどんどん好きになっていく自分のことをないならいいじゃないむしろ足りないくらいがいいじゃない走り出して止まらない君と午前2時にここで星を見よう作りたい気持ちはイマジネーション守りたい気持ちはノーリアクション自問自答でも不安な街道未来の地図は無事でいいよ愛とかノンフィクション止まれないくらいがいいのフィクションひたひたのあの海のような夢の中をメロで泳いで後期までそしたらどんどん好きになっていく自分のことをああ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 フィクション止まれないくらいがいいの愛とかのフィクションひたひたのあの海のような夢の中をメロデーを泳いで行こうまでそしたらどんどん好きになってく自分のことをああ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 何笑ってんの回ってますけど なんか今手が触れてすいませんとかゆりチャンネルを縛りないよはい、ゆりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆりですゆうとです今回はですね、はい、天才、はい、バウンディさんのはい、マジで天才ね、まあはい、いじりなしのやついじりなしの、はい、いじってるやつは大体ジンギスって俺と同じって感じ違います、ね、天才バウンディさんのライフハックという曲を歌いました、はい、時間考えて、時間考えて何時今知った知ったお前も知ったかぶってんだよ今回この曲歌ったんだけど、はい、すごいエモい曲じゃないうん、でさ、なんで笑ってんの？こいつはしつけられてるの。G ダウンさん、ほんとしちゃう。その A メロ、B メロ、サビ。はい。なんでさ、この、すごいさ、単純な作りじゃん、これ。うん、うん。コード一緒。あ、そう、コードも一緒。4コードかな。うん、4コードひたすらできてて、はい、このコードがそこ並んでるだけで、うん、しかもこの、最初がラップじゃないけど、なんつうんだろう、これ。音程があんまりさ、変わらない感じで、こう A メロが続いて、うん、で、その後サビじゃん。うん。うん愛とかのフィクション、うん、すごい単純な感じなんだけど、うん、すごいエモい感じ、うん、がなんかすごいいいなと思って、うん、今日はね、ジュンとゲンタがひたすら頑張ってこういうのやってくれたんですけど俺もやってますあ、ほんですか何かもやってるんですけど、皆さんどうですかめちゃくちゃいいぞ、今日のえ今日のめちゃくちゃいいぞなんかそういうのが気に入ってるよねうん、なんかずっと言ってたの一人で一人で俺ライト担当だあ、おおおお
ニンニン、怒涛の技でやりました、はいはい、この曲って、うん、すごく難しいなと思って、うん、俺2番結構ね、実はちょっと失敗もあったんだけど、うん、ごまかしたらダメなんだけどね、うん、ただなんかすごい他のところはすごく上手に歌えたから、あのままちょっと今回はこれにしたんだけど、うん、バウンディさんの曲って、うん、メロディーが喋ってる風のさ、あんまり音程がこう変わらない、うん、メロディーラインが多いような気もするけど、うん、こういう曲とか、うん、ちょっとした、うん、こうおしゃれなメロディーラインの変化がすごく多くて、自分も歌には割と自信はある方だけど、はい、すごく難しくてまたちょっと挑戦したいなって思います。あ、はい、やつ聞いてもいいよ、何が問題だ。マジで分かんないんだけど、ずっとジュンがお前おもろいやみたいな顔で見てくる。そんなことないよ。おもろくないよ。それは優に悪いと思う。今日ね、このメローな感じめっちゃいいと思う。なんか東京のシティナイトみたいな。メローな、ちなみに。あとシティナイトなの。シティナイトじゃなくてシティナイト。シティナイトってあんま言わないもんね。これも確かにチルい曲だよね。うん、そのこの曲にお酒何が合うかなと思ったら、はい、俺はやっぱりあのバウンディさんナポリの曲だったかな、うん、ハイボールって入ってるよね。ハイボールを一口ってあるじゃん、うんうん、それでやっぱりハイボール飲みたくなるなって自分ちょっと思いましたね、まあ、お酒全然飲まないんだけど。確かにこの曲聴いてる時ぐらいは、はい、まあね、これ終わった後みんなでね、うん、家でハイボール乾杯してみようかなと、そういう風に思いました。海賊みたいに飲もうぜ、うん、飲もうぜ飲もうぜ。乾杯したいなって言ってるけどさ、最近ユーリンチにさ飲み物ないから俺何飲んでか知ってる？この家で水道水。氷で、水道水で作った氷で俺水道水飲んでる。この家めちゃくちゃ何もあるよ。ないよ。ジャスミンちゃんもあるでしょ、うん、確かに。あるかい。ゲータ君はね、多分氷食ってるだけだと思う。鉄分足りてないんだ、氷食って。あ、違う、氷が足りてない。何て言うんすぎて。常にガリガリ言ってるから。俺らずっと戦争してるから。俺は別に氷が食いたから氷を食ってるんだ、はい、最近の俺たちって、うん、会話を勢いだけで喋ること多いよね。そう、勢いだけで喋ってるけど、うん、まあ、果たして最近この時で必要なのって思うことがちょっと多くなってきたから。でもなんかもっと曲について話したいなって僕思う。アーティストだからね、やっぱり、はい、僕的にはあのね、歌うじゃん、最初、うん、あれ、あのラジオで曲かけた時のテンションとか、ああラジオであれがかかって俺の本ちゃんが始まるって感じが、ここでもお聞きいただきましたら有利でライフハックっていうところから俺始まってる感じ。ただね、そういうこと言うのってそのラジオやってる人のせいみたいに自分の話が変わりますよね。楽しいコーナーもいろいろあるんで、皆さん、はい、FM 横浜ラジコでぜひミッドナイトかくれんぼ聞いてみてください。よろしくお願いします。そしてね、最近あのみんなの YouTube 履歴見てみようというやつ、はい、そういう、そちらですね。こちらですね。そちらね。あの、その企画で、はい、あと、はい、俺がトワちゃんを見てたんだよね。うん。そしたらトワちゃんが YouTube で拾ってくれたらしいので、うん、ぜひトワちゃん、いつかコラボしてください。よろしくお願いします。お願いしますでよ。そう、そう、それ。最高。最高。最高。でしょ。知らんねえ。お前見たことあるよ。あ、まあね、そんな感じで、はい、これからもバウンディさんの曲まだいっぱいあるから、はい、これからもまたカバーしていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは皆さん、はい、チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さん、また明日。チャンネル登録お願いします。何うざ。